それなんだっけ、パニプリ、パニプリ、パニプリ、まあ、なんすか、わかんない、なんか詰め物っすよ、なんかで、スープを垂らし込んでくるのって聞いたけど、中にさ、なんかタラモサラダと紫玉ねぎみたいなのに見える、うん、タラモなんだ、なんかわかんないわかんない、うん、でもなんか芋だか豆ベースかね、うん、ちょっとじゃあ毒にして食べてみるよ、うん、ちょっとね、うん、あ、なんかさつまいもっぽい、あ、まあ、あれか、玉ねぎか、うん、玉ねぎと、うん、あ、辛い、辛い、あ、ちょっとピリ辛、うん、これね、うん、うん、マヨネーズがあんまり入ってないポテサラみたい、うん、で、唐辛子、チリパウダーが混ざってるから辛い、うん、けど、あ、でもこれお芋だね、ほら、うん、お芋っぽいよ、うんうん、で、うん、このスープを、スープは、うん、ちょっとスープ団体で味見してみるけど、こんなの、あ、初めて知ったよ、胡椒とか入ってるね、このスープね、うん、スパイシー系、いただきます、はい、うん、あ、うん、薬草っぽいね、そうっぽい、うん、そうっぽい、え、そもそもこれは入れて食べる感じ、あ、それしかないと思うけど、け、辛いよ、スープだけでも辛い、あ、冷たいんだ、うん、あ、本当だ、あ、なんか、うん、インドというかあっちのスパイスの、うん、え、こういうこと言ってるの、うん、一口で言った、あ、これね、スープが合わせて食ったのうまい、合わせて、うん、うん、やってみるよ、やっぱり理にかなってるってこと、うん、合わせて初めて感じた、こんな面白い料理あるんだね、いただきます、結構辛い、一口でいけるかなっていう問題が、うん、一口でいけない問題だよこれ、うん、やってみ、うん、うん、まあ、本当だ、面白いね、うん、うん、うん、美味しい、なんかこういうさ、うん、食べたこともないものの、うん、挑戦するのって結構楽しい、え、パイシューみたい、うん、パイシュー、うん、なんか食感も面白ければ、うん、今まで食ったことがねえやつ、うん、おかずパイシューみたい、全然違うけど、おかずパイシューっていうのは、ね、むしろ分かんないけど、うん、これサービスです、おいしい、うん、はい、じゃあ食べましょう、うん、次はスープ単体ってさ、うん、おやって思ったけど、うん、入れたら